はいバカがよ。ほな、右下の実績ロックを解除しましたで、ね、我慢の限界って書いてあるんだけど、ぶっ飛ばすぞこれら。頑張れ、頑張れ、よっしゃレッはっは笑うなお前ら。この怪獣どかしてくんない？うーっ、頑張れ、苦しいよ。まずこんな状況なんなって、これは本当に許してください。僕は勉強してこなかったんで、これは本当に許してください。これ無理です。じゃあやるよ。何これ、セレクト。はい、マウス移動でカーソルを動かす。左クリックを押してる間インクを出して離すと書き終える。黒いスペース何か書いてみてください。クソ簡単やん。書いたものを赤い棒に当ててください。めっちゃ簡単なんだけど、どういうこと？赤いボール左の壁に振りさせてください。え、こういうこと？書いたものを左の壁に触れさせてください。棒を体体倒す、坂をかき、そこに何か転がす。方法は自由です。なるほど。シェー、ボールを出せ。シェー、いった。これ3って何？ちょっと待って、ちょっと待って、俺頭おかしい。これやばくね、俺これできないの。待って、わかった。こう、ひっくり返す。ここに何か入れる。あ、待って、わかった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 。こう、何か入れよう。はい。すんだよ。向いてない。思ったよりも。行け、もう行け、出て、やった！よし！ねえ、わかった、でも合ってる、考え方は。はいの合ってね、はい。行け。よし！これ右に倒し、左に倒したいんだけど、この棒を。硬くね？ごめん、これさ、わざとの方がどれほど良かったでしょうだよ、これ。わざとじゃないんだよな。待ってね。だって俺、ゲームふざけないもんな。え、ちょ、マジビクともしないんだけど。これさ、待って、わかったかも。これさ、倒れないんだもん、これは。だから、なんかつまんねえな、このゲーム。持ったら終わりなんだけどな、この棒。あ、いける！あー！こっちか！ヒントは、オッケー！いけ。そう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 。いける。こっちに重さを与えていけば。いった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 ！はいー！バカがよ！わかった！こうだ！だあ！いけ！バカ帰ってくんな。早く行け。よし。せー！うおー！マジカルエクストリーム！フレームアタック！ほな、右下の実績ロックを解除しましたで、ね、我慢の限界って書いてあるんだけど、ぶっ飛ばすぞこれら。何やのこのゲーム、うざすぎだろこの実績ロックの解除。
我慢の限界って。なんで俺ゲームに切れられなきゃいけないんだよ。有料で買ってんねん、こいつ980円だよ。なにこれ、掴む。てか違うな。これ、上書きできない。上書き無理か。で、こう。なんかいけそうじゃね？シェある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 。これいった、これいった。クソ簡単やん、このゲーム。なんか余裕だよ、お前。バカか？俺。反対だったか、じゃあ。こっちに飛ぶんだ。これ絶対うまいこといくとき来る。これ運ゲーだ。え、なんか乱数悪くね？ほらー、乱数じゃん。何してんだよ。これ多分足だな。こうだ。はい！頑張れ！頑張れ！よーし！はははは！れー！おれー！どうや？いや、待って。どうすんの？これめっちゃむずいんだけど、いきなり。まあ地面についてないダメだもんな。でこんなんできたかってないやねん。だからなんなんって思いません？誰だろうこれおすすめしてきた視聴者。終わってんだろ俺にこのゲームやらせるって。できるわけねえだろうが。あレベル1に戻ろう。一回帰るところに。基本忘れないでいこう。まず。これなんかここにヒントがあるかもしんない。もしかしたら。俺マジで分かった。こうするじゃん。で、これも書いておく。置いとく。これを。はい！マジでや、賢い！くっそうだな。いったこれは！いったよっしゃ！運ゲーやんこんなん。何が謎け、運ゲーに変えとけ、ボゲー。でこんな状態にボールがあんだよ、まず。そっから考えろ、このカスゲー。無理だろ、こんな人をイライラさせるためのゲーム。何が面白いんですか、こんなん。ちょっと中にめっちゃ重いもの出してみたら。はぁはぁはぁくそでけえ、この宇宙玉！コップがあって、ボールがその中ある状態、机の上で。全く一緒の状態じゃん？それを取るにはでもさ、コップぶっ壊すか、あの、机の縁まで行って、ボールを取り出すか、持ち上げるしかないんだよ。持ち上げる？なんかそこでさ、あれだね、エフェクトみたいないのかな、このゲーム。なんかこれ手書いてさ、なんかいきなりニュルンって持ち上げるみたいなエフェクト。あー、四角だ答えは！待って！四角だった！答え四角や！はっは！笑うな、お前らは。てかさ、なんでまずさ、ボールを出さなきゃいけないの？俺さ、そういうのでまずつまずいちゃうわ。なんか、何々、リンゴが何個、みたいな、どう分けますか、みたいなさ、もうさ、目の前にリンゴなんだから早もん勝ちだろ普通に。なんで分け合わなきゃいけないんだよ。もう食えよ、それ。食え、貸す。あのね、
こういうクイズゲームでね、ヒントがないのは欠陥だよ。あんまりこういうのは言いたくないけど、つまずいた時のことを考えろよ、誰かが。クイズでヒントがないってことは、やっぱその想定としてね、14問クリアしたら次のステージって書いてあるじゃん。苦手な問題っていうのが絶対あるはずなんだよ、その人物によって。だから苦手なやつは飛ばしましょうねっていうシステムだと思うんですよね、これ。間違いなく。なのでさっきプライマル21はできなかったですけど、22はできると思うんですよ。右の壁に当てんの、ヒーローを。いけ今だ、急げ。いやくそ、でかすぎた。待って、いける。これ意外と簡単な気がする。まだマジいける、これ。このゲームお前の天敵だろって。うん、俺だってさ、俺真面目にやってんじゃん。でもできないからね、向いてないんだろうね。もうさ、これさ、この怪獣どかしてくんない？マジでコマンド入力ない？ピグモンにしてもっとちっちゃくしてよ。空飛べよ、ヒーローだったら。まずいけ、ジョワッチ、ジョワッチ。ねえ、ちょっと待って。じゃあさ、みんな、これさ、丸三角四角、棒、以外で形ってありますか？それは教えて。丸三角四角棒。あと何がいますか？形って。星、ハート。ちょ、マジ頑張ってよ。ヒーローの調子悪くない？なんか奇跡起きろよ。もう奇跡待ちだよ、俺、正直。もう奇跡起きてもらうしかねえわ。え、これってさ、平均正解率みたいなのないの？本当にみんなできんの？マジでするとさすがに積みすぎって。あのね、僕はね、こだわりが強い人間らしいんですよ。一回積むと、もう戻ってこれないんですよ。腕に落として、ギュイン。俺やっぱ配信しちゃいけない人なんだ、こういうゲーム。でももう分かったよ。レイトンみたいなヒントがあるゲームあるけど、あのヒントがない謎解きはもう俺にお勧めしてないでね。もうだって無理だもん。なんか、こういうの解けるようになりたいね。うん。もう無理なんだろうな。普通の人間じゃないから！もうでも無理だ！何やっても、もう何やっても無理だ！もう何やっても、助けて、もうマジで。マジで悔しい。もう悔しいけどさ、考え方がわかん、浮かばないんだもん。アイディアが浮かばないよ。もう繋げちゃおっかな。逆に。繋げちゃうよ、ほら。いっけ！すみません、本当に心療内科行って IQ テスト受けた方がいいと思います。 IQ テストって何？ IQ テストって何？頑張れだっ。もう嫌だこのゲーム、全然面白くない。もうずっと2時間ずっと面白くない。もう苦しいよ。もうゼルダみたいにキャラが楽しくない。キャラがないから、なんかリンクみたいなやつもいないし、もうただこのクソみたいな、もう頭おかしくなる BGM と、もうずっとやるだけ。無理ですよ、こんな。なんでこのボールだけこんな簡単なんだよ。これぐらいでいいよ、難易度。ずっとこれだけでいいのに。
棒が難しすぎるよ。あれ、これをさ右に寄せない、もうちょっとだけ。この B か、左の。もうこんなに嬉しいことねえわマジで。クソ嬉しい、クソ嬉しい、マジギブ、マジで冗談とかってマジでギブ、マジでギブ。配信者で一番頭あるよお前、ほんと俺より下いっぱいいるよ。いやこれは俺は頭悪いんじゃなくて謎解きが苦手なだけだからね。カードゲームとかできるから、あのねめっそうもない。あのほんとにだってこれって数学とかさ、そういうの勉強してたらできるやつでしょ。俺は勉強してこなかったからできないだけで、それは別にいいでしょ。これは別にいいでしょ。これは関係ないでしょ。だってこれ。まずこんな状況なんだって、お前、世界を救うやつがなんでこんなことだってんだよ。だから俺こういうのに、こういうところに引っかかっちゃうからこういうゲームできないの。俺は世界を任せたくないね。悪いけど。ずっとここいとけよ、カス。一回俺はもうそれだと思ったらもうずっとそれしか考えれないんだから。本当に無理なの俺ね、もう本当に無理なの。ちょ、本当に許してマジで。俺これマジでホラゲーの方がマシ、マジこれだったらマジでまだ先が見える方がマシ。いや本当に Q 好きな人には申し訳ないけど、ヒントがないのはクソですわ。これは本当に許してください。僕は勉強してこなかったんで、これ本当に許してください。これ無理です。ヒントは義務教育で何年遡ればいいんですか？はい、これ無理でした。本当にごめんなさい。本当に、マジで本当にごめんなさい。本当すいませんでした。